こんにちは、速稼塾の久保です。銀河英雄伝説のジ・ノイエ・テーゼ、そちらの方でエンドテロップ入りのブルーレイの予約、これ33万でさせてもらったんですけども、もちろんエンドロールに私の会社広島観光事業株式会社 CEO という形で入りはしましたが、追加の特典がやってまいりました。追加の特典ね、これをちょっとね、むしってみようかと思います。どんなものが追加の特典できたかと言いますと、さらに、はい、松竹株式会社から来ておりますよ。くしょーみたいな感じですよね。はい、なんでしょうか。おっとおっと、なんだこれは。なんかね、ブルーレイのソフトっぽいものが入ってますよ。じゃーん、あれ出ないわ。じゃーん、出ないわ。出ない。ん？銀河英雄伝説ブルーレイの第8巻が来てます。29話から32話、サモン会の回まで入ってますね。こちらの方にさらに続きがあります。こちらは第9巻なんで、その後ですね。で、あと第7巻、789が来たってことですね。ありがたいな。そしてこちらの特典、クリアじゃないクリアファイルが2つ来てます。銀河帝国の、双璧であるロイエンタールとミッターマイヤーの方、そしてヤン・ウィンディと、ご存知ワルター・フォン・シェーンコップ不良中年ですね、この4人のクリアファイル、でかいやつが来ました。ありがとうございます。これからも銀河英雄伝説応援させていただきます。うん。